ツイッターのフォロワー数がついに1万人突破です。有名人のフォロワー数は別として、一般人がフォロワー数を伸ばすのはなかなか大変です。とりあえず相互でフォローしてくれる人を探しましょう。彼らならフォローを返してくれるので便利です。中には相互を言っておきながら全然フォローを返さない人がいます。彼らがフォローしている数でそれは判断できます。またこちらがフォローしているのに相手がフォローしていない時があります。そんな人を探すのは大変ですので外部ツールで検出するようにしましょう。またあまり早くフォロワーを増やすとアカウントを停止させられますので注意しましょう。自動化ツールを使うのもアカウント停止の理由にされますので注意しましょう。ルールを守りTwitterを楽しむようにしましょう。